2022年10月23日、日蓮召集信徒1名に対し、検証会員8名が取り囲み、恫喝、暴力的行為をするという事態が発生しました。俗采配流儀を出して十何年浅井さん黙っていて、で突如日蓮証人にホーラー申し込んだわけですからね。いやーやっぱりね、それは間違いないんだから、本当にそれは本当に、ねね、それを逃げといて今更そんなことガタガタ言ったってしょうがないです。そちらが先に謝ってこない限りはダメでしょ。近所迷惑だと分かんないの、うん、私は妙観光だじゃないからそれが先でしょ。俗采配流儀行への破釈を待てるわけですけど、それをまず浅井さんが出さないと、コメントどの動画だ、どの動画か分かんないんだよ、あんたが言ってんの。うん、あの妙観光の人が撮った浅井翔英宅をね、訪問してね。裁判であんた負けてるんだよ、バカバカしいこと言うでないって浅井さんが言ったの。そうじゃなくて、あ、そんなこと言ってないから、うん、言ってますね。あのね、この浅井会長のバカバカしいことを言うでないという発言につきましては、去る2022年9月26日21時10分頃、妙観光の佐々木理事が浅井会長に対し、大草高等との討論に立たないのですかと尋ねた際に、浅井会長はバカバカしいことを言うでないと発言し、遁走したのであります。浅井先生じゃないですか。浅井先生ですよね。佐々木です。浅井先生、先日お手紙を送りました。大草高等との討論、この討論に配達されてるんですけど、はい、浅井先生は討論立たれないですか。すいません、こちら討論、すいません、大草高等との討論、すいません、すいません、こちら30年前から逃げてどっかいらっしゃるんじゃないですか。先生どうされる。その判断をすることは避けたのです。裁判所は検証会側が偽造されたと思い込みをしてしまったのは、あくまで検証会側が依頼した専門家がそのような鑑定をしたのだから、偽造されたと思い込んでしまったのはやむを得なかったとして、妙観光の検証会に対する損害賠償の請求を認めなかったのが事実です。検証会では、あたかも妙観光が音声データを捏造、合成したことが裁判で認められたかのごとく、事実を大きく歪め勝訴したと宣伝していますが、これは全く事実と違うものであり、会員を欺く洗脳行為なのです。音声データが捏造であったと認定する判決などどこにも存在しないのです。はい、すいません、とか言ってるね。はい、すいません、とか言ってるね。いやまだ動画出たばっかりですよ。バカバカしいこと言うてないって言ったの。いや、最近ですよ。あ、じゃあ、絵苗を持ってみませんか。あ、じゃあそうだよ。絵苗。はい、ください。いいからください。ね、これ。ください。はい、これどうぞ。見てください。みんなにほら、見せて。いや。これじゃわかんないよ。どこだか。多分切れてるじゃん。あ、これです、これ。いや、だから、これいいから。動画。これ動画を見てくださいって。全部はちょっとでかいからコピーできないから、この動画ね、見ればわかりますよ。近所迷惑です、ね。いや。近所迷惑ですよ、大体。こんな関西の住宅街。関西ですね。関西の住宅街にあんな。関西ですね、確かに。ここね。そういうさ、非常識なこと平気でやるんだ。いいから、ほら、来たから、ほら、話したくない、ほら。来ればいい。続々と来るよ、ほら、話してください。いや。ああ、どうも、こんにちは。いや、妙観光じゃないっすよ。はい。お、浅井さんですか。何逃げてんのよ。いや。お前のさ、ビビってんだ。何逃げたの。出てこいよ。出てこいよ。逃げんなよ、お前。逃げんなよ。いや、大丈夫。大丈夫。ホール、お前、ホール。いや。大丈夫。
いやいや、ちょ、もやってるから。いやいや、こんなに囲われたら嫌だから。一体じゃ、名前なんてない、こいつ。あ、こいつ食わせた。道路応じろ。逃げんなよ。逃げんなよ。ちょっと、道路応じろよ、お前。どこに来てんだよ。おい、ふざけんなよ。おい、応じろ。どこに来てんだ、いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。逃げんなよっていいこと言われるぞ。逃げんなよ。いやいや、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと分かったのか、おい。ちょっと待って。クズ丼絶対来ない。あの、ちょっと、ルーさんに応じろ。しゃべれ。ちょっと待って どうするんですか なんでニヤニヤしてんだこの女。ほら。12月11日日曜日午後1時55分。もしもーし。サイズレードお会いしたらしいです。メールの返事返してください。お待ちしてます。じゃあとまあ、そちらの寺院にね、名刺に載ってた寺院に行く日程が決まりました。まあ、メールで送っといたんで、参考にチェックしておいてください。失礼します。12月11日、日曜日、午後2時40分。もしもーし、もしもーし、いい加減連絡返してこないのってやめ。いつまでも資格してんじゃないぞ、この野郎。おい。クソ始まる。おい。なあ。こっちはお前の技術を調べたんだから、直ってやんよ。いいの資格してんだ、この野郎だよね。おい。おい、笑ってんのだよね。おい、クソ始まる。おい。おい。お前の今度無理つかんだ、この野郎。このメッセージを消去する場合は7歩。
日蓮召集寺院控訴審東京高裁で検証会に逆転勝訴、最高裁で勝訴確定。日蓮召集本指示の釈服活動を妨害する訴訟を排除。検証会代表役員浅井上映は、日蓮召集本指示を相手に名誉毀損による損害賠償請求訴訟を提起しておりました。この訴訟は一審東京地裁が当初本指示敗訴の不当判決を言い渡していましたが、控訴審東京高裁は一転して日蓮召集本指示逆転勝訴の判決を下しました。検証会はこれを不服として最高裁に対し上告及び上告受理申し立てをしました。しかし最高裁はこの検証会の上告を棄却し、上告受理もしないとの判決を下しました。これによりこの訴訟は検証会側敗訴が確定したのであります。事件の概要を説明いたします。日蓮召集本主事は当初そのホームページに、検証会という団体自体が昭和49年10月4日に起きた他教団襲撃事件等から公安当局からもマークされている、検証会にとどまるメリットは何一つないと載せ、この内容をリーフレットに載せ、日蓮召集信徒はこのリーフレットを配布し、検証会を破釈、いわゆる脱会をさせるという布教活動に励んでいました。しかし検証会はこれらの内容が名誉毀損にあたり、日蓮召集本主事は所属団信徒への指揮監督関係に基づく使用責任を負うとして本主事への訴訟を提起しました。一審東京地裁の不当判決。東京地裁は令和2年2月25日、原告検証会が公安調査庁から危険な団体として継続に注視されていた事実を認めることはできない。警視庁警備局その他警察関係者が原告検証会を危険な団体として継続的に注視していた事実までは伺われないと検証会の主張を入れ、本主事に賠償金の支払いを命ずる判決を下しました。控訴審東京高裁での逆転勝訴。控訴審である東京高裁第19民部部北沢純一裁判長は令和2年12月8日一審判決を取り消し、検証会の請求をすべて棄却する旨の判決を下しました。その判決の中で、特定の宗教団体が信者を募るにあたり自らの宗教への帰依を進めることは当然として、既存の宗教からの脱会や改宗等を進めること自体は宗教的活動として社会的に是認された行為であり、宗教の重要性に照らすとこれらの活動は公共の利害に関する事実に関わり、かつその目的がもっぱら公益を図ることにある場合であるということができる。控訴人日蓮召集本主事が本件再度の掲載及び本件チラシ配布行為をもって被控訴人検証会からの脱会を進める内容の表現行為をすることについても公共性及び公益性が認められる。人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての意見を逸脱したものでない限り、上記表現行為は違法性を欠くものというべきところ、被控訴人検証会の会員が実力行使により被控訴人の勧誘脱会に関して犯罪の嫌疑を持たれ逮捕されたり、被控訴人の施設も捜索されていること、平成16年ないし平成18年のことではあるものの、公安調査庁の資料にも被控訴人を特異団体である旨の記載があることから、上記限度を逸脱しているとは必ずしも認めることはできず、被控訴人と日蓮召集の対立経緯に照らすと、控訴人本主事において上記事実の重要な部分を信じるについて正当な理由があったと言える。このようなことを挙げ、検証会の請求は棄却されるべきところ、これを任用した東京地裁判決は失当であるとしてこれを取り消し、本主事の全面勝訴判決を言い渡しました。今回の最高裁勝訴判決の意義、検証会は上告及び上告受理申し立てをして争いましたが、令和3年5月13日最高裁は裁判官全員一致の判断に基づき検証会の上告を棄却し、上告受理もしないとする判決を下しました。この決定は検証会の社会的実態と評価を正しく認識した東京高裁判決を維持するものであり、本主事による布教活動の正当性を認めた極めて画期的な判断であります。検証会は衆門からの厳しき破釈をかわそうと企み、衆門日蓮召集寺院による釈服活動妨害戦と訴訟を提起したのでしょうが、その関係悪巧みは完全に破られたものであります。のみならず、検証会が非常に得意な団体であることが浮き彫りとなる結果となりました。